神谷幸信選挙事務長をお願いいたします。任せな。そして小林美希夫選対委員長お願いいたします。さあ、そして候補者祈りを込めてお願いいたします。はい、ただいま高め海岸となりました。投票日には両目海岸となりますように、皆さんのお力お願いいたします。ありがとうございました。さあ、それではこれより神谷幸信選挙事務長よりご挨拶をさせていただきます。皆さんこんにちは。事務長を仰せつかりました、神谷でございます。暑いでしょう。すぐやめます。1週間しか戦いは残りません。今日から富倉康平は新人です。チャレンジャーです。チャレンジャー、皆さんにお願いがあります。投票箱の蓋が閉まるまで、せめてせめてせめてお願いをして、お願いをして、お願いをして、皆さんやってくれますか。なんかおとなしいな。大切なんで、もう一回いきますよ。せめてせめてせめて1週間やっていただけますか。我々も頑張ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは、これから1週間戦います。我が遊説隊紹介、遊説隊長の増渕康弘が申し上げます。皆さんこんにちは。市会議員の中で一番声が大きい増渕でございます。今回は我々自由民主党市議団、そして公明党市議団、みんなここまで一体となって戦いました。向こうは元みんなの党、元自民党、今そして民主党、寄せ集め軍団の市議団です。何が言いたいか、あの人たちは自分たちの市議私欲のために戦っております。富倉康平は市民のため、本来政治のあるべき姿を鹿沼に取り戻すために、これから1週間戦い抜く覚悟でございます。我々遊説隊、誇りを持ってこの1週間皆さんに訴えていきたいと思います。どうか遊説側が回りましたら、温かい声援をよろしくよろしくお願い申し上げます。それではご紹介いたします。遊説隊のリーダーのウグイスのリーダーの永井留美子さんです。よろしくお願いします。大門恵子さんです。田崎節子さんです。山本ひろ子さんです。そして我々を守ってくれるドライバーの総乙女智則さんです。石原まさみさんです。どうかよろしくお願い申し上げます。そして頑張ろうコール始めます。鈴木武史市議、そして佐藤誠市議、お願いいたします。皆さんこんにちは。本日富倉部隊は一丸三丸より特攻部隊として演説する。我が富倉部隊は片道の燃料しかない。しかし自民党公明党という大きな大砲、そして7つのゼロという武器弾薬がある。これを最後の瞬間使い果たすまで皆さん頑張りましょう。ついにここまでやってきました。鹿沼市の復活をかけた最後の戦いが始まりました。もはや議論は無用、戦って勝つ、ただそれだけです。市役所の労働組合と民進党とそのリーダーも嘘と
なご連絡です。このあと11時から町の駅におきまして、町の駅の街頭が終了いたしましたら恐れ入ります。選対役員の皆様は事務所の方に、この事務所にお集まりください。申し訳ありません。事務連絡です。町の駅の街頭が終了いたしましたら、選対役員の皆様、事務所の方にお帰りをください。さあ、それでは必勝騎士乾杯を行います。皆さん、こんにちは。富久田公平当選に向けて乾杯。はい、ありがとうございました。それではこの後11時から町の駅の方におきまして、第一声の富久田公平の街頭演説会を行います。多くの皆様お越しいただきますように。なお、町の駅においての街頭演説会には福田富一知事、栃木県知事福田富一知事がこちらの方に入ってこられます。多くの皆様ご参集くださいますようお願いを申し上げます。この後11時から町の駅におきまして街頭演説会を行います。応援弁士に栃木県知事福田富一様がいらっしゃいます。多くの皆様お越しいただきますようにお願いを申し上げます。本日は本当に皆様におかれましては大変お忙しいなと、このように多くの皆様お越しをいただきまして誠にありがとうございます。ただいまをもちまして、富久田公平の出陣式を終了とさせていただきます。本日は大変皆様ありがとうございました。